7月の22日、はい、土曜日です。メニューの世話ですね。はい、よ、懲りずにまた貢ぎ物を持ってきました。えらい、よいしょ。今日はエミは見つがえてくれるのか。よいしょ。ちなみに今日は何を。今日は昨日ですね、はいはい、で冷凍のベリーが撃沈したので生のブルーベリーと新鮮なキュウリ細切りです。細切り、キュウリスティック、キュウリスティック、キューカンバースティックをあげます。なんかでかくね。なんか今日ね、だって今日もタフちゃんはなぜさせてくれるのか。おはよう、ほら来ないかい。来ない。おはよう、いじちゃん。ごごごご。キューカンバーどうだい。どうだい。ほら、緑見える。あれ、くれない。キュウリも差し出すか。さて、水分も一緒に取れて一石二鳥のキュウリだよ。ほら、みんな。ほら、見つけな。緑色だよ。ほら。美味しそうじゃない？ゆりちゃん。うろ。通り。陰にいた方が来てくれるかな。ちょっと暑くない？大丈夫？足早に。おいでー。この帽子がダメなんじゃないか説。帽子小松菜あげるときいつも、あ、でも帽子かぶってるかな。なんで朝はこんなにそわそわしちゃうんだろうね。今日も来てくれなそうですね。どっかに置いとこうか。それは困っちまうぜ。どこかに置いとこうかな。なんか朝そわそわして昼になると落ち着いてるんですけど、なんか餌どころじゃないみたいな感じに。何かいるのかな。どうしたんでしょうか。キュウリチャレンジ。私もブルーベリー投げてみる。ほら、食べな。うまいぞ。ほら。お、いいね、あれ。おうおう。ダメか。あ、落としちゃったね。君はどうだい？食べない。あ、でも拾った。食べにくいのかな。あれかな。キュウリも若干ネチョネチョしてるじゃん。ネチョネチョ。水分含んでるのがダメなとかあるのかな。ね。あれ。はい。おじいちゃん。恐怖だ。なんで。二人の人間が。キュウリを、はい、食べなよ。いらないか。まじめに置いとくか。ダメだ。父ちゃん、投げる作戦に変更。
から食べてくれないから一口サイズにちぎって混ぜる。お、いた？食べない。あ、何これみたいな感じだね。小松菜と違うからか。あー、惜しい。無理かな。くちばしが汚れるのも嫌いな。出た出た。ごめん。じゃあブルーベリーは。行かないね。ね。どっち？どっち今の。グググ。どうですか？あ、これどうですか？なんかまた。食べない。ダメだ。これ触ってる。バッタン。あ、手作りの時間で。あ、お前の仕事だぞ。ねえ、いいね。慣れたか。お前体暑すぎるけど大丈夫か？ねえ、日陰に入った方が。はい、毛作りのに、毛作りの時間らしいよ。ねえ。開けないね、口をね。うん。うん。すみませんか。不思議だ。はい。はい。怒られそう。ダメ。こいつマジ熱いな、体は。やば。自転車のサドルより熱いんだけど。ん？何より熱い？サドル。あー。やばいよ、こいつ。おうね、なんだろう、羽がボワってなってるんだ。黒い毛のさ、うん、あの頭のとこの方がさ、うんうん、冷たい。へえ、不思議だね。一番熱を吸って熱くなりそうね。背中がサドルより熱い。なんだろうね。あいつが座ると、うん、こっちがケツをかじりに来るじゃん。なんかもうオスとメスとしか思えないんだけど。さて、オスなんでしょうか、メスなんでしょうか。わかりませんね。ひびちゃん、落ち着いた？そんなことはないけど。どうも。全然食べないね。うん。ブルーベリーもね、なんか、ちょいちょいってつまむんだけど、こうやってやっちゃう。知らない。何を食うんだお前たちは。小松菜しか食べないんじゃないの。あれ、並木でも小松菜あげてたの確か。お、あー、やだやだ。強制休止。乾物しか食べなかったんじゃない。それか。干物は食べんの。え、干物は。干物乾いてればいいのかな。乾燥きゅうりとか。乾燥きゅうりって何もなさそうです。皮じゃん。皮ってかもう種、皮と種になってそう。その分だとスイカもあんまり好きじゃないかもしれない。
くちばしについちゃうから。でも毎日あげてれば食べるんですよ。毎日これしか食べ物がなかったら食べるんじゃん。昨日まいたミックスベリーがなんかない気がする。でもエミューちゃんが食べた確証はない。カラスがいるし、スズメもいるし、残りのキュウリはダチョウにあげてみようか。そうだね。はい、よし。お庭うち、グルメだな。食べた、ブルーベリー食べないな。ね、なんか落ち着いてても食べなそう。まあ、わかんないけどね。エミは何が好きなんだろうね、本当に。はい、ということで、エミューの世話でした。